ベルジアン・マスティフは、ベルギー原産の荷物運搬用犬種である。別名、シェンド・トレベルジェ。追い立ち、歴史に関する資料はほとんど残されていないため、不明な点も多い。ベルギーで落農が始まった頃のはすでに犬種として存在していて、元は番犬として使われていたが、怪力であったため牛乳を積んだに車を引いて、配達の手伝いをするために使われるようになった。 ベルギー原産の犬種の中で最も力が強かったため重宝されていたが20世紀頃に荷車を引く犬たちへの虐待が社会問題となり犬に荷車や車を引かせることを禁じる法令ができたために仕事がなくなってしまったさらに二度の世界大戦の戦果により頭数が激減し希少化してしまった数頭の末裔が片田舎で生存し 番犬として使われ続けている。可能性も残されているが、すでに絶滅してしまっている。可能性も高い。なお、富士ではすでに絶滅した犬種として認定され、公認犬種登録が抹消されている。本種の再生計画の有無は、よくわかっていないが、存在する。可能性は高い。犬種名にマスティフの名がつく通り、筋骨隆々でがっしりとした体つきの力強い。 犬種である。しかしマズルは短くなく、攻撃的な性質も持たない。俺耳、タレオだが、オアケガ防止のために短めに、ダウンをされていた。首は、長いが太く、足も指も太い。コートは、スムースコートで、毛色は、茶色、ブラック、ホーン、ブリンドルなどの単色の地に、ホワイトのマーキングがつくもので、中には、ブラックマスクの犬もいる。 体高78センチメートル前後、体重50キログラム前後の大型犬で、性格は穏やかで従順。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分道振興者、2007年、ドッグブリードインフォーセンター。ありがとうございます。